吉田さん、まあいろんな経験はしておきたいですよね。で経験と同じぐらいの知識、うん、あの知識レベルっていうのも高めれば高めるほど経験に近くなる経験をしのぐこともできるんですよね。でそんな中で例えばね私たちの職業ってまあ、YouTuber と言えなくもないんで YouTuber ってあえて言わしてもらいますけどもじゃあ自分の家のお父さんが YouTuber だったら家族はどう思うかなってことを考えていくときに。 いや、うちのパパはユーチューバーでさ、みたいなね、もし嫌がる過程もあると思うんですよ。うん、もちろんね、脚光浴びていて、ヒカキンさん、お父さん、みたいなね、あんな、みんなが羨ましがるようなトッププレイヤーだったらいいんですけども、大体のユーチューバーさんって無名でなんとか食えてるって感じだと思うんですよね、食えてる人はね。でも、待てよと。ユーチューバー以外にも、今までそんな宗教って山ほどあったなと思ったんで、今日はその話をしようと思うんですよ。 まああの職業名だけを上げていけばもう分かると思うんで細かいこと言いませんけどもうちのお父さんプロボクサーですうちのお父さんプロレスラーですどうですかね喜びますかね殴られて帰ってくる血だらけですよ死ぬかもしれないうちのお父さんマージャン店ですうちのお父さんパチンコ屋ですうちのお父さん国の仕事をしてます電気の仕事です原発作業員ですうちのお父さん 自衛隊員です。いきなり任務ですとか言って帰ってきたら半年帰ってきません。うちのお父さん、ガードマンです。工事現場の大切な仕事です。給料安いです。保証ありません。うちのお父さん、介護士です。給料上がりません。うちのお父さん、税務所で働いてます。同窓会にも呼ばれません。うちのお父さんが税務所の職員だから、 うちの家族は銀行口座作るのやめました <laughs>。うちのお父さん、スクープ記者です。ガーシーです。人の荒探ししてます。暴露してます。人の秘密を知ってます <laughs>。知り合いになりたくないですよね。なんかね、職業選択の自由はあるんですけども、で、男は生涯仕事をして金稼ぐわけじゃないですか。なのにね、なぜかね、生涯仕事をするわけでもない家族が <laughs>、 お父さんの職業選択の自由を奪う例っていうのは後を絶たないんですよね。いってらっしゃい。